ウォーキター週刊トレンドスポーツ部門、えー、キンガー、羽生結弦、えっとね、14万かな万948だそうですよ。大谷翔平を超えてますね。11万3571、えー、阪神タイガース、6万4329を超えて羽生結弦トップですね。いや、阪神とかも超えてるんですね。しかも倍以上ですよ。 うん、え20位以内が野球と競馬だらけの中、ぶっちぎりの1位。ほんまにすごいですね。最近ずっと3位以内にいらっしゃる。えニュースエブリファイテン新作、アナさんの投稿、身軽バリアバズリなど、良い話題がつきませんでしたからね。えアンチの投稿もありましたけど、<laughs> 確かにですね。良くも悪くも、プロ転向後も注目度ナンバーワンですね。でアンチも、なんか、意外とその、 だ逆に、そのなんだろう、それで逆に、見る人も増えちゃったりしてるのかないい、あの、いいようにね、あの、うん。変な話、皮肉かもしれませんけど、アンチのおかげで羽生くんを知って、逆に羽生くんが好きになったりとかね、うん、すごいですね。でも倍以上ですね、阪神タイガースより、ね、うん。大谷さんの話題も結構あったと思うんですが、それでも超えてるっていう、うん。すごいね。あ、リプレイの、 メインビジュアルは大きい羽生さんがですね、ゲーム内でプレイヤーを操作しているキャラクターで、その後ろの目を隠している小さい羽生さんが、プレイヤー、神、つまり私たちってことと、例えば気づきましたと。遅っ、遅っ、遅っ。皆様はきっとお気づきだったんだろうな、ということですね。あー、あの、なるほどですね。とういうことなのかな。うん。あとべよこさん、どうもです。かぶくん、こんばんは。 猫宮さんは大丈夫浮いてないです。うん、あそうですよ、本当に。皆さん、猫宮さんの羽生結弦ファンだと認識してますよえ。コメントを始めたばかりの時はえ不安ですよねえ。みんなコメント返して盛り上がっていると、取り残されていると感じますよね。大丈夫、どんどんコメントしましょう。えもしよかったら興味のあるえコメントに返信しましょう。盛り上がりますよ。うん。猫宮さんと後部敬語後部さんの後部の話がえ楽しかったですよ。なるほど。 あま、うん、れ気にしないで勝ちたいことを書いて、羽生さんの話で盛り上がりましょうね。そう、そう本当ですよ。うん。あのー、ね、ちょっと不安になってるようなんですけども、心配なさらず。うん。えー、レモンミカナさん、どうもです、えー。羽生さんが泣いたというですね、えー、レッドウィングプス18フェス、えー、1000人の18歳との一度限りの魂のステージ、えー、満載戦勝、えー、正解の2曲を聴いてきました。4年前の動画でした。 18歳の若い若い人たちの参加型のステージでみんな感動で泣きながらレッドウィ,ウィンプスさんと一緒に力強く歌っていました。若いってピュア。うん。えー、おばばにも若い頃、チクチク胸が痛むようなことがありましたよ。なるほど。万歳戦勝は、えー、若者たちを受け止めて自分を認めて一緒に行こうと鼓舞する歌でした。うん。正解は。 正解の答えのあることばかり教わってきたが、本当に知りたかったというのはそういうことじゃないと歌う。皆さん、様々にえ解釈あると思うので、どうぞ曲を聴いてください。ハリーさんが共感感動なさってよかった。いつの間にかピュアな気持ちに無感覚になって、え結果を出すことに魂をすり減らすえ。それも楽しいが、忙しい年月に無視したままの思い。本当に知りたかったことは置き去りになったままの。うん。私自身は毎日、 何かしら、羽生さん、羽生結弦さんの情報を通して、疲れた心身を明るく転換させていただいている年末です。うん。頭痛、肩こりでも治ったぞ、ということですね。うん。なるほど。これは、えっ、ー、と、正解っていう曲があるんですね。漫才、千章です、ね。なるほど。うん。一緒に行こうとする、鼓舞する歌なんですね。うん。またこれ元気をもらえるのかな あ、猫宮様へ、レモンミカン様から、まだ猫宮様のことあんまりよくわかりませんが、カブクンテレビは私も勝手にコメントさせてもらっています。ユーオーマイスのことを気にしておいてでしたら、私などは、高橋大輔さんのブルークフォークロック、ハニー・ユズルさんのニュースの未就任の時のが好きだと、過去にはっきりコメントをおっしゃってますよ。うん。え好きなものは好きだと言えないくらいなら、カブクンテレビを主張しません。コメントもしません。 フィギュアスケートも全般好きですが、最近は一番好きな,羽な,なのは、はにゆずるさんだけでいっぱいいっぱいになってます。誹謗中傷はありませんいけませんが、株族も優しいから、ご自分のペースで大丈夫ですよ。忙しい日常がありますから、皆さんも自分のペースだと思います。うん。皆さんで楽しく、羽生ゆずるさんをただいあっていきましょうね。う当ん。あ、本当ですよ。ユーリオワイスの結局、ねユーリオワイスの件はあれは何かあるのかな僕そっ気になってるんですよね。 そう、なんか、うん、そう好きなものは好きで全然 OK ですよ、うん。あ、ハニープーさんがびっくりすることがちょっと今日すごいですね。えー、とね、トラビス・ペインシュ知ってますかトラビス・ペインシュさん。トラ,トラ,ブトラビス・ペインかなトラ,ト,ラトラビス・ペインシュ。 あのマイケル・ジャクソンのバッ,クダンバックダンサーを務めて、マイケルの This is It の振り付けをした世界的有名なダンサー振り付け師、プロデューサーです。知ってますかねトラビス・ペイン氏さんちょっと今知り、ま。今知りましたね、えー、彼がなんとインスタのストーリーに、羽生さんのあ熱のいをあげてますといます、ねえー。公式動画じゃないのがあれですけどね。なるほど。でもでも、羽生さんの演技がトラビスの目に留まったと。これは震える、すごいことですよ。 すごいことですよ。おお、何か心に響くものがあったということ。やっぱり世界の羽生譲れはスケールが違いますね。羽生さん気づいているかな羽生さんに届いてほしい。おお、じゃあこれちょっとこれ全面に出しますね。今回この話を。すごいですね。え、これ待ってすごいですね。あの、待って。マイケル・ジャクソンのバックダンサー。おおすごい。えー、ってことは、ジャクソンの、ジャクソンファンも羽生ファン、ね、羽生君に落ちる時が来たのかなすごいですね。 ねえこれ大ニュースですね。でも、あの、トラビス・ペインさんは知らなかったです、ちょっと。うん。あえ <laughs> 面白いですね。レモンミカさんが。そうそう、かぶ南極にもハニー・ウィズルファンがいらっしゃるそうです。そう面白いですね。てから、南極に住んでいる方いるんですね。なんか、南極物語とかありましたよね。でも、なんか、あの、南極にもハニー・ウィズルファンがいらっしゃるそうです。なんか、うん。南極にはペンギンとかい,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 いますけどね、なんかね。うん。 ちょっと驚きですね。南極大陸にも羽生ファンがいるという。あでもあれか氷だからか。氷の世界だからかな。スケートやってんのかな。うん。あハニープーさんかは猫み様お気に入りなさらなくて全然大丈夫。OK。ここで情報をいただいたり、逆に投下したりと気軽にコメントをしてるんで、譲らないを楽しく語りましょうね。うん、そう、本当ですよ。うん。 テラ、えー、さんどうもです。歌舞伎おはようございます。昨日、レッドウィンプさんの漫才参照って書いてあったけど、漫才戦車の間違いでした。恥ずかしいという。漫才戦車であってるのかなこれ読み方。うん。ちょっと僕を読み方合ってるか不安ですけどね。 あ、猫宮様へ、テラさんからですね。いつも猫宮様の羽生選手愛あふれるコメントを素晴らしさと思って配置をしています。ぜひ、これからもたくさんのコメントをしてみてくださいね。うん。そう、なので、まあ、安心してね、欲しいなと思いますよ、僕は。あ、その猫宮さんからおはようございます。え、かむさん、あ部陽子さん、レモンみかんさん、ハニープーさん、テラさん、お気遣いありがとうございます。 え個別編集です。まとめになってしまいます。忙、え、し、ー、さで、あまり情報を得えないものがあり、頭がパンクしてしまいそうです。えー、そうです。焦ってしまうんです。うん。有利オマエスは、アナ様からのショート動画の BGM として使われてて嬉しくて、つい興奮のままコメントをしてしまったんです。ゆずくんファンに有利が当てられない人がいるのも知っていましたが、えー、興奮がか,かってしまっていました。うん。えー、その理由もわかっています。えー、モデルがゆずくんじゃないからではない,ないですと。うん。 えー、作品はもう作,品作者の手を離れて、いろんな方々が携わっているから、私,も私は切り離しているんです。音楽は、えー、毎日、えー、何回も聴いていたからなんで、好きなんで、少しずつ情報を追っていきたいですと。あ、ナチダさんが素敵なバナーを作られている様子をアップされてましたということであ、ですね。ということは、ナチダさんが。うん。ナチダさんももう本当にファンになってきちゃってますよね。ね。で、これ、有利の OS。 ああ、ちょっと思い出したかもしんないね。これは作者があれか、ゆするくんじゃなかったのか。確かね。ちょっとなんか、薄々気づきり始めた気がするな。うん。あ、ゆむまさまどうもです。私は、有利オンアイス大好きですよ。確かに、羽生くんがモデルじゃないけれど、一般の方は羽生くんがモデルと思ってる人多いですよねこれ僕ですね。 はい。えっと、初めてやったとき、あの、これね、それこそアナの飛行機の中で、遊輪 ONS やったんですよ。飛行機の中、あの、航空中にね。うん、うこれ、羽生くんがモデルだって、僕、絶対思ってましたからね、本当に。そういえば、メドベちゃんも大ファンでしたね。作品は作品。 一人のアニメファンとして大好きな作品です。ちなみにソフトな,な BL なら好きです。うん、ちょ,ちょっと BL 系入ってますよね。えコメント以前はの読んではいないんですけど、アンチじゃなき大丈夫じゃないでしょうか。うん。いや、アンチすらベルちゃんのようにいつの間にかちゃんに呼びになってしまうくらいですもんね。えそれはかぶくんの魅力だと思ってますえ。羽生くんも好きなあまり、え他の人と比べて陥れたりするのは嫌だけどえ、それ以外なら自由だと思いますが、私もたまにしかコメントしないんで、ついていけないですね。浮いてるかも、 えー、それでもこのチャンネルは大好きです。なので、えー、私もこれからもよろしくお願いしたいです。うん。ぜひぜひ。ね。あのー、そうなんですよね。逆に好きな、好きすぎて逆にアンチャになったりっていうこともね、聞いたことあるんですよね。ねまあ、いろんな、いろんな件でね。うん、そう、ベル、ベルモットさんね。ベルモットさん最近来ませんね。あのね。たまに急に来るんですよね。急に来るからなんかね、ね、みんな笑ったりではあるんですけどね。 うん、そうなんですよね。最近は来ない。あでも姉さんがいないね、来ないからかなんばりね。うん。そう、有リオはですね。うん。もう絶対羽生くんかなって思ったの違うっていうね。うん。はい、よろしくお願いいたします。猫宮さん、かぶくんの言葉通り、皆、猫宮さん、間違いなく譲るファンですよ。え、ともに、えー、ともに譲るくんの応援をしていきましょうね。うん。そう、だから本当に楽しく、これからも。うん。 まあ、反応を気にするというよりは、好きなことをコメントしてね。うん。ユナさんからもどうもです。レコミア様は大丈夫ですよ。浮いているというか、そんなことは全然ありません。ですから安心して書き込んで、書き込みをしてください。私はここへ来て2年ほど経ちます。 最初は何をコメントしているかよくわかりませんでしたが少しずつ慣れてきて今は毎日のようにたわいのないコメントをしています、うんえー、心配事があったりして、えー、ここにコメントをすると皆様が親身になってくれます、えー、歌舞伎のテレビは温かい場所です一緒に羽生さん応援をしていきましょう、うん、ねそうなんですよなんかちょっとねあのー、なんか言っていいかなとかっていうのもちょっとね気になっちゃったりすることもあるんですけどまああんまり気にせずにね、うん、あの皆さん自由ですからね えー、歌舞伎のおはようございます。タレントのしょこたん、中川翔子さんが X で西川の枕を使っていますとつぶやいたら、私も使っていますと、羽生さんファンからたくさん返しがありました。しょこたんですね。ちなみにしょこたんさんは羽生さんのファンです。うん。将棋の羽生、羽さんですね。羽生善治さんの奥さんも羽生さんファンですよというね。同じ羽生っていう感じで、羽生さんですよねで。そう、これもね、前ありましたよね。そういえばなんか、 なんかこの件でなんか前すればねえ結構ねえあのいろいろありましたよねこのなんかいろいろ話し合った気がするんだねねあの皆さんと話してましたよねハブさんの奥さんねうーんそうなんでしょうねえそこたんさんねあの認識下の枕を使ってますということなんでうん あとびようさん、歌舞伎俳優、猫宮さんのコメントで思い出したこと。私はコメントをして始めて1年半くらいですが、初めの頃はコメントをするために怒られて、えー、しまいには当時ですよ、えー、当時ですよ、一部の羽生結弦ファンから、 あなたは、はにうずるファンじゃないと書かれました。まあ、当時は生意気なこと書いてたんでしょうね。時今も時々怒られても、また、カブ君チャンネルにコメントしています。え、かぶ君に気を使わされているのは十分承知ですが、居光地はいいです。え、かぶくんチャンネル最高です。失礼しました。いやー、ちょっと色々あ、いろいろ、いろいろ、あの、お世辞、あの、なんて、あの、いろいろこう、皮肉にもね、いろいろありましたよね。あの、いろいろあったのは覚えてます、僕も。でも、あなたは、はにうずるファンじゃないっていうのは、これは、 これは編集なんかなんかかな。これは今知りましたね。うん。あ、そんなこともあったんあったかな。うん。おしゅうとめさんの件はねよく覚えてるんですけど、そんなこともあったんですね。